ドイツダルムシュタットのパッシブハウスパッシブハウスとは、ドイツパッシブハウス研究所が規定する、性能認定基準を満たす、省エネルギー住宅である。日本で、最初のパッシブハウスは2009年8月に、神奈川県鎌倉市行きの下にて建築され、設計を、キー・アー・キテクツ、思考株式会社建築者が行った。建物の性能を上げることにより、 高性能の熱交換器による空調設備だけでアクティブな冷暖房器具が不要であるという意味合いからバッシブの名が付けられた。西洋人にとって通常の暖房器具とされるセントラルヒーティングが不要であることから暖房器具のない住宅と呼ばれることもあるが冷暖房器具が不要であるわけではない。つまり無暖房住宅のことではない。1平方メートルあたりのエネルギー量。 KWH、平方メートル冷暖房負荷が、各 15KWH、平方メートル以下一時エネルギー消費量 120KWH、平方メートル以下機密性能として50の加圧時の、労儀回数0.6回以下労儀回数0.6回以下イコール隙間相当面積イコール 0.2C 平方メートル、平方メートル以下となる。設計段階で、 ドイツパッシブハウス研究所に審査を依頼し、性能基準を満たしていれば仮認定書が発行される。試行後、設計性能を有している拡体性能試験を行い、基準を満たしていれば正式な認定書が発行される。性能基準の審査に用いられるソフトは、Excel ベースの PHPP である。パッシブハウスは、西ヨーロッパで普及が進み、 木造に限らず鉄筋コンクリート作りのパッシブハウスもあり、さらには一般住宅以外に共同住宅や消防署なども建築されている。パッシブハウスは気温が低く、摂氏20度にもなる極寒の地でも暖房なしでも過ごせるほどで、その省エネ性、断熱性、気密性は世界トップレベル。日本は四季がある独特の気候であり、 日本の気候に合わせたパッシブハウス建築が望まれている。そしてパッシブハウスの基準は世界各国の省エネルギー基準の中で最も厳しいと言われ、基準を満たすためには窓や断熱材、換気装置の選別、機密、断熱の試行技術力、熱損失や消費エネルギーの計算など高レベルな建築設計並びに試行が求められる。ありがとうございます。